海と日本プロジェクト in 秋田県、相葉詩織です。日本財団が行っている海と日本プロジェクトでは、幼稚園保育園の子どもたちに海に関心と親しみを持ってもらうために紙芝居とダンスを行っています。今回は秋田市の山王幼稚園、保育園、御所野幼稚園、そしてルーテル愛知幼稚園、3カ所で開催しました。じゃあ始めます。始まり紙芝居は海のまんまる笑顔。みんな海に行ったことある？ある。海は好きかな？好き。その海に今困ったことが起きているんだって。なんだろう。じゃーん、みんなこんにちは。僕デメちゃん、いつもは海の深いところに住んでいて、海やみんなを見ているんだよ。みんなで練習してきたダンス踊ろっか。さあレッツ海ダンスです。私も参加しました。みんな楽しく明るく海に関心を持ってくれました。海ダンスみんなでやってみてどうでしたか？楽しかった。みんなと一緒にで本当に嬉しかった。みんな海ダンスやって海好きになりましたか？海大好き大好き大好き。海と日本。